コチフカバ。春三月、心地よい春風が頬を撫でる。いつもの F 氏と二人、茨城県は水戸の偕楽園の中をうろうろしている。梅はほんのり四分咲き、ところによっては八分咲き。時刻は朝の九時半で、キラキラした朝日が土手の斜面を照らし、そこからぽやぽやと陽炎が立ち上る。早朝ではあるが、早くも梅見客と称する人物たちが続々と詰めかけてきている。早々と御座を広げて、ほれ、一杯いぐべや、と一升瓶を傾けている集団もいる。お百姓さんの一団らしく、全員早くも頬を紅潮させ、一升瓶を茶碗につく手つきもおぼつかない。吹く風冷たい早朝だというのに、全員すでに出来上がっているのである。この酒宴は一体何時から開始されたのであろうか。この酒宴のすぐ横を梅見の客がぞろぞろ通る。雑踏と言ってもよいほどの混みようで、田舎から出てきたらしい頬の赤い三人連れの娘たちは、まぐれねようにすべなと言いつつ手をしっかり握り合う。まぐれるとははぐれるという意味らしい。そこで我々二人もまぐれねえようにすべなと言ってしっかり手を握り合う。ポンポンポポンと花火が上がる。梅林の中から突如ほうほげきょという鳥の声が聞こえてくる。待てよ、と都会育ちの F 氏。ほうほげきょは確かうぐいすでしたな。そうです、ほうほげきょはうぐいす、カーカーはカラス、チュンチュンはスズメ、デデッポッポーは山バト。そういえばほうほげきょと聞いて一瞬間を置いて、あれはうぐいすと思い出すほど、都会にいるとうぐいすの鳴き声を聞くことはなくなっていたのだなと簡単久しゅうしていると、あれま、あのうぐいすは放送でねえけ、というおばさんの声がする。うぐいすが放送にかかったのかと思っておばさんの指さす方を見ると、梅の木にスピーカーが縛り付けてある。うぐいすの鳴き声は放送だった。うぐいすがマイクの前で放送しているというわけではなく、テープでやっていることはちゃんとわかっているのだが、スピーカーとか拡声器とかの類はすべて放送とおばさんは了解しているのである。3月初旬の日曜日、吹く春風は まだやや肌寒い。10時ごろになると4万坪もあるというこの偕楽園はほぼ満員となった。崖の斜面にまで人がへばりついて、ずり落ちないように木につかまりながら酒を飲んでいる。ちょうど新宿の歩行者天国の歩行者たちが一斉に座り込んだような塩梅なのだ。その人で30万は下るまい。4万坪の敷地に約3000本の梅が植えてあるというが、これでは一人当て一本は到底行き当たらない。もっとも梅の花を目で称する客はほとんどいず、もっぱら酒の方を目で称しているので、これはこれで良いのかもしれない。しかし我々はあくまで梅の花を目で称しにやってきたのであるから、梅の花の方も少し鑑賞しようではありませんか。称しましょうか。二人揃って手を後ろに組み、梅の花を見上げる。梅の小枝に小さな梅の花がたくさん咲いている。咲いているというよりこびりついているという感じである。くっきりと晴れ上がった青空に白い梅の花、本来ならここで一句浮かぶところである。そういえば完売俳句大会の看板を先ほどちらと見かけた。一句と言われてもねえ、と F 氏は顎に手をやる。梅ねえ、そういえば水戸の名物は梅干しと納豆だそうですな。そういえば今朝の宿屋の朝食にも納豆と梅干しが出てましたな。なかなか一句が出てこない。
ができた、とエフ氏が顎から手を離す。どうぞどうぞ。梅干しと納豆で食べる朝毛かな。なるほどすごい。僕もできたぞ。おう、なんです。梅干しと目指しで食べる朝毛かな。これならいくらでもできますな。梅干しとらっきょうなんてのもいいですな。梅干しとらっきょうで食べる朝毛かな。いや、私はらっきょうよりむしろわさび漬けの方が。あ、わさび漬けでしたらね、納豆にわさび漬けを混ぜて食べると美味しいんですよ。からしの代わりにわさび漬け。刻みネギはどうします？あ、刻みネギも入れてください。納豆にわさび漬けを混ぜて朝毛かな。刻みネギも忘れずに入れて朝毛かな。梅の木を見ながら納豆の句を作っているのである。隣の梅の木の下ではベレー帽のおじさんがサイ君を伴ってメモ帳を広げている。やがて何事かを書きつけると次の木に移ってまたメモ帳を広げる。このおじさんは一本一句の方針であるらしい。この日の水戸市内は梅祭り一色で、完売にちなんだ行事が各所で行われている。いわく完売野立茶会、いわく完売生田流琴の会、いわく完売民謡大会、いわく完売撮影会、いわく完売写生大会。この辺まではいかにも風流でよくわかるのであるが、完売レスリング選手権大会というのは一体どういうことであろうか。梅の花など鑑賞しながらレスリングをすると一体どういうレスリングになるのであろう。まるで日本舞踊のごときレスリングになるのではなかろうか。数台の観光バスから団体の一団が降りてきた。全員出稼ぎ風の薬気を着用した大団体である。 T 組という旗を持っている。土建会社の社員たちらしい。100人だと言いながら早速宴会場の設営に取り掛かる。テキパキとビニールシートを敷き、たちまち100人分の大宴会場が出来上がる。何しろ100人だからお酒は箱ごと、ビールもジュースも箱ごと、揚げせんべいも石油缶のごときブリキ缶からどさりと開ける。さつま揚げは魚河岸で見かける平べったい木箱の中にびっしり並んでいる。この辺りは家族連れのちまちましたお弁当とはわけが違う。家族連れの方は弁当箱にウインナーソーセージやらちくわやらがちょびちょびと並んでいるが、この土建の方はさつま揚げならさつま揚げが木箱にびっしりなのである。お酒は一升瓶からコップに注いでグビグビと飲む。生のさつま揚げをパクリとやってはグビリといく。無論梅の花には一別もくれない。パクリにグビリだから酔いも早い。一番最初に出来上がった一人が何事か叫んで突っ伏したのは到着設営からわずか30分後であった。こういうのも完売客というのだろうか。この梅園の入り口には露店がずらりと並んで、例によって例のごとくイカのたれ焼き、綿あめ、とうもろこし、焼きそば、おでんなどを売っている。その匂いが園内にまで漂ってくる。園の中ほどでは先ほどの野立茶会が行われていた。紅白の万幕を張り巡した中に赤い敷物が敷かれ、茶釜がしつらえてある。着物姿のおばさまやお姉さま方がしずしずとお茶を入れておられる。その周りを梅見の客がずらりと取り囲み、物珍しそうにその一挙手一投足を見つめている。かすかに漂う梅の花の下で茶の花を楽しむというところなのであろうが、どうもそういうわけにはいかないようだ。焼きとうもろこしをかじりつつ見物するアベックあり、
イカのタレ焼きを食いちぎりつつ見物するおっさんありで、この両者の放つ強烈な匂いは梅の香も茶の香もヘチマもあったものではない。イカの匂いに触発されて我々のお腹もグーグー鳴り始めた。どこかへ陣取って弁当といきますか。そういえばそろそろお昼ですな。日は早くも中空にあり、青い空を小鳥が三羽横切ってゆく。おお、ひばりだ、ひばりを見るなんて久しぶりだなぁと感激していると、あれ本当にひばりですかと F 氏。だと思うけどなぁ。確信ありますか。いや、スズメかもしれないな。スズメはあんなに早く飛びますか。アヒルかもしれん。せっかくの感激が台無しになる。貸しゴザ300円と看板が出ているところからゴザを借りる。畳1畳分のゴザである。400円の梅み弁当と缶ビールとワンカップ大関と五色豆という袋とゴザを抱え、うろうろと敷地を探す。このところ久しくゴザにはお目にかからなかったが、こうして再び相まみえてみると、ゴザというものはかなり悲惨な代物である。第一に色が褪せている。そして両端がボロボロにほつれている。長い糸が垂れ下がっていたりする。これを抱えて歩いていると、なぜか貧窮とか落魄とか放浪とか、そういった心境になってしまう。いつの間にか背がかがんでゆき、足取りがとぼとぼとなり、目に光がなくなってくる。人がそばを通ると思わず手のひらを差し出しそうになる。一文お恵みくださいと言いそうになる。似合いますなぁと F 氏が言う。中年男二人がゴザを抱えてうろうろ歩いていると何とも哀れだが、アベックがゴザを抱えてうろうろしていると、これは全く違った雰囲気になる。妙に生臭い雰囲気になるのである。ゴザというものは実に不思議な代物なのである。わずかな隙間を見つけ、そこにゴザを敷く。畳一畳の我らが安住の地である。靴を脱ぎ、どっこいしょと上がり込む。上がり込むといっても、上がり込みすぎると地べたの方へ突き抜けてしまうから控えめに上がり込む。ま、言ってみれば上がりがまちに座り込んだといったところであろう。上がりがまちに二人も座り込んでしまうのである。雨津さえ上がりがまちで食事を始めるのである。脱いだコートを置き、大の男が二人座り込み、ビールや酒やつまみなどを並べると、一畳のゴザはもう足の踏み場もない。もう一枚借りてくればよかったですな。うん、そうすればもう少し広々と暮らせたのに。ま、暮らすわけでもないから我慢しましょ。見渡してみると我々よりもっと住宅事情の悪い一団もいる。ゴザ三枚に8人のおばさんが座っているのである。座っているというよりひしめき合っていると言った方が良いかもしれない。ひしめき合ってお弁当を食べている。3畳に8人となると配列のしようもないらしく、それぞれが勝手な方向を向いて黙々と弁当を食べている。前の人の背中に弁当箱を預けるような格好で食べているおばさんもいる。せめてもう一枚ゴザを借りれば、あのおばさんたちももう少し楽にご飯が食べられたのにな。300円が惜しかったんですな。自分たちのことは棚にあげて、竹の事情を詮索しながら冷や酒をごくりと飲む。昼食時の梅見客は大体において少なくとも酒、弁当、ゴザの3つだけは保持しているものなのであるが、ゴザなし、弁当なし、酒だけという勇壮な二人組もいた。それはおじさんの二人組で、彼らは木の切り株に腰をかけ、つまみなしで悠然と湯飲み茶碗に一升瓶から注いで飲み干していた。都会人は
酒といえばすぐ氷だつまみだと騒ぐが、こういう豪胆な人種がまだ地方にはたくさんいるのである。我々の隣はおじさん6人とおばさん3人の9人連れであるが、広々と10畳もとってある。しかし主食の方が全く冴えない。日本酒が2本、ビールが6本、つまみは先イカとピーナッツだけである。昼食時になっても誰も弁当を買いに行こうというものもなく、弁当を持参した人もいないようである。イカとピーナッツだけで今日一日を過ごす覚悟と見える。きっと住宅の方に金をかけすぎてしまって食費の方を切り詰めているのに違いないかと思うと、敷地こそ狭いが、アルコール豊富、弁当おつまみまた豊富というグループもある。こういうところででも一応エンゲル係数を算出してみる必要があるかもしれない。酒が回ると歌になる。歌が人と人渡り行き渡ると踊りになる。この辺のプロセスは屋内も屋外も変わりはない。揃いの手ぬぐい、揃いの扇子、テープレコーダーを用意してきて民謡を披露する老人グループもある。結局これはヘルスセンターの屋外版ということですかな。例の土建の100人のところは広々としたビニールシートのあちこちに獅子類類という感じで倒れ伏している。寄って暴れるというのはいないらしく、みんなおとなしく倒れ伏している。やってきて30分ぐらいで酔っ払い、1時間ぐらいで倒れ伏し、このあと夕方まで倒れ伏したままで過ごして帰っていくのであろう。梅見に来たのではなく倒れ伏しにやってきたようなものである。正午を過ぎると人出は一層凄まじくなった。どこへ行くにも人の背中を押しながら歩かねばならない。園内にある高文亭という建物に上がってみることにする。何でも昔お殿様がこの建物から梅見物をしたとかいう建物である。木造3階建てのごく普通の家である。40円払って中へ入るとその混雑のすごいこと。狭い廊下を押し合いへし合い、何しろ前の人の背中しか見えない。僕らの前にいた中学生ぐらいの女の子の3人連れは前の人の背中を見ながら、これ何なの?と言いつつ建物に入り、これ何なの?と言いつつ建物の中を一巡し、これ何だったの?と言いつつ建物を出て行った。聞かれた方もさあと言いつつ出て行ったが、さして疑念のある顔つきでもないのである。済ますべきものを済ましたという顔つきであった。我々も訳は分からぬが、済ますべきものを済ましたような、肩の荷が下りたような、なさねばならぬことを成し遂げたような、ほっとしたような顔つきになって外へ出た。再び梅の木の下に戻る。このままいつまでも中年男2人の梅見を続行してもしようがないように思われる。しかしこのまま帰ってしまったのでは、なんだか済ますべきものを済まさないで帰るような気もする。うん、こうしましょう。もう一度俳句を作りましょう。結構ですな。必ず季題の梅を入れる。しかも梅をたくさん入れるほど良いということで。よろしい。もう納豆はいけませんぞ。うむ、できました。どうぞどうぞ F 氏から。では、完売に来て泊まりけり梅の間に。お見事。では私のを一つ。古本。完売に来て食いにけり梅天丼。梅天丼って何です?つまりですな、天丼の上中並み、松竹梅の梅の並天丼を食べたと。なるほど。では私が極めつけを。梅見つつ、おにぎり食べて梅酒飲む。なぜそれが極めつけです?つまり、おにぎりの中も梅干しということで。